えー、陸児で勤務している23歳の男です、えー、っと試験を受けて陸走になりましたがタレントのマネージャーをしてみたいです何かしておいた方がいいことなどアドバイスをくださいよろしくお願いしますえっと育児で頑張って離れてください <laughs> あのそのタレントのマネージャーになりたいがまあどういう理由かによりますけど基本こういうこと言う人ってあの異性のマネージャーをやりたいみたいなんですよね で、その、要は芸能人の近づきになりたいみたいなことを考える人って、残念ながら芸能のマネージャーとしては全く向いてないんですよ。要はその、芸能人とか興味ないですっていう人の方が、あの、仕事としては向いてるんですよね。で、じゃあ、生地イケメンでその芸能人にモテちゃった場合って、それでなんかその恋愛関係とかになっちゃうと、それは会社としては問題じゃないですか。 で、逆にその全然モテない気持ち悪いみたいなのが来ると、その、要はあの、例えばじゃあアイドルのマネージャーとして、アイドル側から、あのマネージャー気持ち悪いですか言われてめんどくさいみたいになるので、なのでその、マネージャーになりたいみたいな人って基本いらないよねってなっちゃうので、なので、もし本当になりたいのであれば、タレントのマネージャーをしたいっていうのを全面に出さないで芸能事務所を受けてみてください。 要はその芸能事務所という仕事がその自分の今までやってきた自衛隊とは全然違うのでどういう形で業務を進んでいるのか見たいです、ね。で言われたことは何でもやるです。雑用でもいいから教えてくださいっていう形で入ってワンチャンマネージャーになればいいよねみたいな感じでそのタレントのマネージャーになりたいっていうのをお首にも出さず面接でやってる方がまだ可能性あるんじゃないかなと思います。